みんなの調査部。はい、さまざまな仮説はあってもはっきりと答えがわからない世の中のことにみんなで意見を出し合って、青春調査部の公式見解を決めちゃおうというコーナーです。ということで今回意見を求めた議題がこちら、うん、教えて人生のマイルール。めっちゃ来てる。めっちゃ、これ折り目は何ですか？大体同じやつ。あ、大体同じ意見のやつ。あ、同じ意見がむしろあるんだ。え、すんごい数来てるよ。普通お便りいっぱいかもしれんぐらい。でも久しぶりだからかな。だから人生のマイルール、ちょっとね、前回あれやろうと思って時間なくてできなかったから、いっぱい時間があったのかな。同じ意見あるので、ちょっと同じ意見。ほんとだ、過去一ね、過去一ってぐらい来てる、うん、たかしスイッチさんとはるるんさん。自分自身を大切にしてくれる人を大切にする、はい、優しい人には優しく、そうでない人にはそうでないようにみたいな。いやー、まあね、わかるで。これいいルールだよ。わかるよ。わかるよ。若い時わからなかったけど、年取るにつれてわかってきた。わかる。言われた。なんか嫌いな人には嫌われてもいいやって、そう思えるようになったよね。嫌いな人の意見に時間を使うのってもったいなくて、こう自分のことを好きだから、例えば今ここでお仕事してたら、ファンの方のありがたい言葉、褒めてくれる言葉に対してありがとうっていう時間は作っていいけど、あいつブスやなっていう声に対して、ブスじゃないもんっていう時間はもったいないよって。そうなんだよね。らしい。嫌いな人に好かれようとすることの、そう、疲れちゃうし、疲れちゃうし、時間がもったいないし、もったいないね。そう、いいね、このルール。いいルールですね。ありあり。なんか共感できそうな。これは3枚同じ意見ってことだよね。これそういうことだよね。でも近いよ。みうちゃんさん、幸せのまよさん、86さんは自分がされて嫌なことを他人にしない。そうね、なんか子供の頃にそれ教わった気がする ね。でもさ、今それ物議かもしてるんでしょ。何何、あのほら、俺は別に殴られてもいいからみたいな。あ、だから俺も殴っていいってことみたいな。逆に言うとってことね。そう、逆に言うと、だから自分がされて嫌なことはしないって教わるじゃん、うちらの世代って、でもその子供たちに今それを言っていいのかっていう物議があるらしい。可愛くないね。別に水かけられてもいいし、かけなよみたいな。うわ、みたいな。やだやだ。そう、言う子がいる、ひねくれ者がいる。ひねくれ者だね。だからあんまり子供にそれを言うと良くないのではって。自分が耐えれるからいいってなっちゃうじゃん。悪口も自分は別に言われても平気だしみたいな。確かに、まあまあまあ、言葉の受け取りようというか、そうあれですけどねえ、っていう子がいるからさ。うん、らしいね。え、なんかあった？あ、でもこれいいかも。何？新田さんからいただきました。ありがとうございます。どんなことにも執着しすぎない。なんで？広く浅くってこと？執着しすぎるとさ、どっかでさ、不具合が生じるのよ。不具合ちょっと落ち込んだり、まあいいかって思えなくなっちゃう。まあまあまあ、で その先に進めなくなっちゃうというかさ、うんうんうん、そうそうそう。だからこう、どんな状況でもこうフラットにいられるようにみたいなのはさ、私も結構思ったりするかもね。愛ちゃんは執着しすぎてないタイプな気がするな。本当？何事にも嬉しい。なんか薄い別に薄いとかじゃないよ、全てに薄いとかじゃなくて、なんかすごいこれに執着っていうよりは、そうだね、まあそういう風に心がけてるのかもね。ね、自然と心がけてて同意できるのかもしれないね。なんだろうな。なんかでもみんないいこと、すごいね、人生のマイルール。ちょっと、ね、いいよね。おもろすぎるよ。クシさん、はい、猫がプリントされたものは踏まない。うわこれすごい踏み絵的ニュアンスってことね。うん、猫のプリントされた玄関マットは絶対踏みません。カーペットなど服も猫がプリントされていないものにします。猫さん大好き。いいね。七色のピースさんからいただきました。何より睡眠最優先がマイルールです。おー、いいんじゃないということです。でもこれマジでさ、みんなそうした方がいいよね。みんなそうした方がいいって分かってるんだけどさ、できない瞬間も多いからな。睡眠以外を優先しちゃう時もあるの。
なんか夜ってさ睡眠優先しないくせにさ朝は睡眠優先しちゃうんだよね。わかる、そう超わかる。なんなんだろうね。でもなんか睡眠不足ってマジでなんか二日酔いぐらいのその思考能力になっちゃうらしいよ。結構ないね。うん、結構ないそれは結構思考ないね。うん、まとめらんないよ。まとめらんないよ。このケンティ二世さんのフライドポテトは温かいうちに食べるの面白いのに全部読もう、全部読もう一旦。親父ドリルさん、推しは押せるときに押せ。そうだね、スマイルバンザライズさん、笑顔を大切にして。まあそうね。眉のピンクの輪にレインさん、常にポジティブに生きる。いいね、多くない。アンプラさん、あアニメのスタッフクレジットを飛ばさない嬉しいね。ジェフクジンタツキさん、人からお金を借りないタバコは吸うな。あーいいよね。P さん、お金と図書館の本を触った後は必ず手を洗う。おー、まあ、大事ですね。結構な頻度です。クロミスさん、推しが誇れるようなファンであれ。めっちゃ素敵。それにしよう。声帯がやばい。ダギさん、人の悪口を言わない。あーいいことだね。トレンチコートさん、悩んでも解決しないのでなんとかなるでしょ精神。それも大事。うん、秘密のジョンさん、熱いと感じたことをする。熱い、熱、これ熱い、うん、これ熱い。マーシャルさん、殺虫剤を使うときは右目をつぶって左目で仕留めることですなるほどね。イトニアさん、ビビリな自分を克服するために1年の間に全てを達成していく目標を。すごっ、そんな偉い。マップルさん、迷ってる暇があったら進めです。かっこよかっこいい。小次郎さん、言霊はあると信じる。あー、それ私も信じてるかも。言霊いいね。リノッチエイさん、家に帰ったらただいまということです。あ、一人暮らしでも言ってるらしい。あ、それいいっていうね、防犯上も。どうぞ。はい、はい。ポムちゃん、朝ごはん必ず食べる。うわ、なんか大事そう。素敵。マーシャルさん、2回目ですね。年を取るではなく年を重ねるという表現を使うようにしている。あー、なるほどね。カッパ巻さん、基本的に気になったことは何でもチャレンジ。わー素敵だな。みんな素敵だね。はるみさん、欲しいものを買わない理由が値段が、あ、買わない理由が値段なら買う。あ、なんだっけ、あ、買う理由が値段が安いなら買わないがマイルールです、うん、これよく言うよね。これよく言うよね、うん、これめちゃくちゃ最近ハマってるな、そのルール。いい感じやってる。いい感じ。あ、いいんだやっぱ。言われる、うん、旦那に横で、うん、これなんか、めっちゃいい、安いし、うん、つったら、安いから、安いならって言われて、めっちゃいいじゃん。安いだけならって言われて、買わないね。うわ結構いいよこれ。いいね、そうやって隣で言ってくれるのめっちゃ良くない、うん、なんかやっぱ、あ、確かに。でもそんで買わなかったことを後悔してないんだよねやっぱり、うん、もう何か落としてたか今もう分かんないもん、うん、でも言われたことは覚えてる、うん、戻したな。めっちゃいいじゃんそれ。いいですよこれ、押したいですね。その案押したいですか。じゃあ一番響いたやつをそれぞれ。まあ響いたのは、うん、まあでもこれ同じ、おすすめしちゃう私も。なんだ、誰だかな。欲しいも値段が、値段はるみさん、そう、ネットとかでもよく聞くけど、値段が高い、欲しいけど値段が高いなら買う、うん、欲しいけど、欲しくて値段がや、ん、値段が安いから欲しいは買わない。あー、はいはいはい。そう、欲しくて安かったらいいんだよ、買ってだって最高だから。でも安いから欲しいは買わないの、うん、よくねプライムセールとかでバンバン行っちゃうんですよ。あれ安いからが来てたらやめた方がいいですよ。安いからの精神が来たら、安いから先に安いからが来てるならいらないと思いますよ。これ欲しかったんだよね、安くなってるラッキーが一番いいんだけどね。よし、どれですか。はい、決めました。うん、フライドポテトは温かいうちに食べる。わかる、めっちゃいい。マジで冷めた油とかってマジでなんだっけ、なんとかがさ、なんとかがあれだから、放散だっけ、なんかさ、なんか変わってんだ体に、そのいいくない感じの吸収。そう、悪い油になっちゃうの冷めると。よくないじゃん。そう、だからよくないんだ、あったかいうちの方がいい。じゃあそれだね、うん、マイルールだって参加だって、参加しねはい、じゃあそれで、はい、じゃあそれで皆さん生きていきましょう。はーい、はーい、ということでみんなの調査部でした。